はい、えー、即課塾の久保です。皆さんももうよくご存知だと思いますけども、まあ、麻生財務大臣がね、えー、一律10万円の再給付するつもりはないというふうに言われております。まあ、だから、まあ、ちょっとね、出ないんだろうなと思いますけども、何度も言いますけども、出ないと決まってるからこそ、じゃあそれを覆すために私はね、こうやって動画撮ってますんでね、なんかね、出ることが決まっているんだよとか、出ることが確実だよとかね、いついつまでに出るんだよっていうふうに、 煽ったつもりは全くないですし私はいつもね出ないことを前提にして出ないからこそだから私たちは活動を続けていくんだ私は少なくとも一人になってもやるぞというふうにね言い続けてきたんですけどもそれは今からも変わりませんえー、このね決定をどう覆すかなっていうところ無駄かもしれませんけども私はね視聴者さんがゼロになってもこれはやっていこうと思いますで昨日お話し,しましたけども国が出してくれないっていうんだったらね 都道府県に要求していこううかなと思うんですよ私はすでにね、県の方にコンタクトを取って、えー、県民に、えー、こういったね、営業自粛のための保償しないのかとかね、えーまあ、住民への給付金、何、えー、ですかね、定額給付金をしないのかと、3万円でも5万円でもできないのかっていうことをね、まあ、提言しましたけども、関係部署に問い合わせてみますということで、えー、ちょっと軽く焦られてしまいました。まあ、当たり前ですよね。最初のアプローチはこんなもんでいいんですよ、こんなもんで。さあ、次ですよ。 しつこく、またかけてきたなぁって思わせるか、そして私はね、県庁の方に何度か出入りしてますんで、まあ、あの、足軽にね、ちょっとこんにちはって言ってみようかなというところもあります。それから、あの、顧問の人を通じてね、えー、なんとか切り込んでいけないかなっていうふうに、まあ、あ企業経営者としてね、なんか考えてるところもありますし、まあ、広島県は広島県独自で、なんかその、まあ、保証をね、 えー、給付金とか補助金とかあ,あとは助成金みたいな形でやってますんで、まあ、それも洗いざらい使ってみようかなっていうこととあとね、あのー、これ確かではないんですけども、まあ、県のある部署に連絡して、えー、確認を取ると、まあ、なんかねその 会社としての融資はちょっと枠が広がるよみたいなちょっと噂があるんで、確かそんなこと聞いたことがあったなと。セーフティーネット4号みたいなのは聞いたことがあってね。あの、日本政策金融公庫だけじゃなくて、まあ、地銀でもそういうのを受ければ、行政の後押しがあれば、なんか、あ融資が降りるのかなっていうところがあります。まあ、ですんでね、私が借りたいというよりも、そういうことで少しでも多くの方をね、もし救えるんだったら、私がお伝えできるのは、 うん、どうやったら何が起きるかっていうことをね、伝え続けるだけなんですよ。うん、で、えー、それをね、やっていこうかなと思います、うん。まあ何度も言いますけども、YouTube などで情報発信する人ってのはまだまだ少ないんですよね。うん、だからあの、 なんですかね、あのいろんなね嫌なコメントが入ったりとかするのを恐れずにやってほしいなと思いますえー、麻生財務大臣10万円給付するつもりはないとまあ予想通りの答え,答えでしたけども確かに日本政府としてはね90兆円ぐらい財政出動してるんでこれコロナとかがない時よりも国はお金出してるといえば確かにそうなんですよ、まあ、ですんでねそれがね行き渡ってないのかそれとも うんなんか手にする方法を私たちがまだね知らないのかのどちらかだと思いますんで、わかる限り私はこうやって情報を発信していこうと思います。まあ、とりあえずね、とりあえず、麻生財務大臣が昨日、まあ、出すつもりはないよって言ったから諦める人はまあ諦めていいと思います。しぶとく他に方法があるんじゃないかなと思う方は活動を続けていきましょう。まあ、諦めていい結果が出ることはないですからね。うん。え、それからね、一部私の動画の方にコメントをちょっとねいただいていたんですけども、 あの何10万円給付するつもりはないというふうに麻生財務大臣が言っただったらお前が払いっていうふうに私の方にねあの金を払いというふうなねこんなこと言ってくる方もいるんですよえっ、ー、とね前回募集して私は何名かの方に現金をねお配りしましたあでも今は募集してませんでこれからするかどうかも分かりませんというのがなんかねせっかく善意であの一部の方にね 給付をしたのお金をね。私の身銭を配ったわけですよ。なのにね。まあ、心ないコメントがつくようだったらやってられるかって私も思いますね。 だからちょっとね、麻生財務大臣の気持ちも分かったような気が、まあしないですけども、全然しないんですけども、例えばね、麻生財務大臣が10万円給付したけども、10万円じゃ足んねえよ、麻生何考えてんだよ、みたいな意見が届いたとして、だったらやるかよ、みたいな気持ちに麻生財務大臣が思ったとしたら、これはちょっとね、反省しないといけないかなってところもありますよね。うん、麻生財務大臣をね、あの、動画で叩いてるのは <laughs>、なぜ私ですからね。<laughs> 私のせいで麻生財務大臣が固くなりになったのかなっていうところも、うん、まあ、私の動画なんて見てないでしょうけども、ただやっぱりね、 あの何ですかねな何百の措置を講じてくれたことは全然ひいてみないといけないかなっていうところもあるんですよまあそれをねくっつけ加えても麻生財務大臣はひどい人だと思いますよ相変わらず私は麻生財務大臣財務大臣としては、うん、最悪だと思いますただ麻生太郎という個人に対しては何の恨みもありませんけどもねこの辺のくずぐったさがありますけどもまあねあのー、私もね こんな風にね、妙なコメントがつくようだったら、<laughs> もう誰一人やるかみたいな気持ちになっちゃうんでね、えー、ちょっと寂しい気持ちになっちゃうんですよね。うん。ま未然に起きって、私はね、一方的な損、損っていうか、まあ、損とも言えないんですけどもね、なんか喜んでくださる方が本当にいて、えー、まあ、感激と感謝でね、お手紙まで下さったんで、うん、なんか、まあ本当、それには変えられないですね。一部の誹謗中傷も、 確実に喜んでくださった人がいるってことに引き換えるとまあなんか感無量だなと思いますまあだからといってねやっぱこう気持ちが壊れれば、うん、もうやめようかなって気にもなるし人ならねそれから少なくともそういうコメントをつける人にはビタ一もをやろうと思わないですね私はねすいませんけどもだったら常に丁寧で、えーまあ、尊重してくださる方に優先的にね、うん、不公平だけども、ね、世の中は不公平ですから そういう方を優先的にお渡ししたいなと思います。憎まれ口でね、コメント書いてくる人にはもう微太一も上げたくないなと思っちゃいますよね。皆さんはどういうふうに思うでしょうか。えー、今回は麻生財務大臣がお金をくれないということについて、えー、語ってみたんですけども、いつの間にか私のね、個人的な <laughs> 気持ちを話すだけになってしまいました。失礼しました。それではね、えー、一律10万円給付。私はこれからも追求し続けます。国に対しても、県に対しても、市に対しても、市民を守るつもりがないのか。と 県民は守るつもりはないのかと。国は我々を見放した。だったら県は見放さないでしょみたいなことでね、追及していこうと思います。皆さんもね、無駄な努力やってみましょう。一花探してみましょう。当たってくだけです。それでは、ありがとうございました。